ロルダン・ロドリゲス・イグレシアスは、スペイン・バリアドリッド出身のレーシングドライバー。2002年に、スペインのフォーミュラジュニア1600で参戦した後に、ロルダン・ロドリゲスは2003年から4シーズン、スペイン・フォーミュラ3に参戦した。2004年は、ワールドシリーズ・バイ・ニッサンに参戦した。2005年にミナルディチームの F1 マシンをテストをした。2007年は、 元ミナルディのジャンカルロミナルディのチームミナルディピケスポーツに所属し GP2 に参戦した。2008年はフィジケラモータースポーツからフル参戦することが開幕戦前日の4月24日に発表された。しかし、すでに契約済みのアンディソチェックを多額の持ち込め資金で蹴落としての急遽参戦となった。2007から2008年の冬季のみの テストドライバーとして、フォースインディアと契約している。ロルダン・ロドリゲス・アズ、テストドライバー4-2007-08ウィンターテスティング。